はいどうもテッシーです。日本五右衛門連合の会長をやってます。今回はね、はい、からくり道中やっていきたいと思います。もう皆さんね知っておられると思いますね。はい、もう見てくださいよこれ。もうなんやかんやわちゃわちゃしてトータルで面白いというねアクションゲームでございますと。今回もね、いつものように極上 VIP フルサポートクリアっていうね、そういったプレイをしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。その極上 VIP というのは何なのかと。いつものように普通にプレイして、普通にクリアしていくというね、プレイでございます。いきまーす。まあ、これオープニング画面ですね。これが五右衛門だと。ああいいねこう、ああいい曲がいいね、いいっすね。これだけでもうちょっと若干いきますねこれ、いいっすね。てか遅いのよこれスピード。まずわらじですよと。あまあまあ小判猫でもいいんだけど、スピードが遅いのよ。ああ、おみっちゃんではないけど町娘だと。はいと。いやー、だるまじゃねえんかい。いや、2段すらジャンプできない。わらじが欲しいのよ、わらじが。はい、これでちょっと速くなったと。とにかくこれね、スピードがないと話になんないから、3個まで取れるという内容になってます。これね、これ取ると、わらじ今左上に白いやつ。ついたと思うんですけど、これが3つつくのが最強の状態。もうこれちゃんと説明しますと、まあおみっちゃんでは、まあ町娘、町むすですよ。町むすは倒しちゃダメです。それ以外は全員敵だと。でこうやってジャンプね、これできるようになるんですよと。スピードが速くなったから、そういった内容ですね。うん、多分3段階までできると。もう4段階はもう飛べないと、さすがに。これがジャンプできるのがいいんですよね。まあ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 。で、ここら辺にね、ほら、こういう階段があるね。どういう入り方？どういう入り方と。で、これ地下通路があって、いろいろなアイテム通行。これ手形ですよ、手形。手形何枚切るんやと。150万円を 10枚です。1500万か。きっちり回収するんやでと。まあ、その手形とはちょっと違うけど、まあまあ似てますよと。はい。で、向こうの階段あったと思うんですけど、そこに行くと、まあこれ通路、地下通路で繋がってるんですよ、別のところに。でもそこ行っちゃうと、行ったこいつ。調子乗ってんな、あいつな。ライフがちょっと減ったと。3発でアウトかな、もしかして。ここにもあるんだよ。おお、ここだと。ここともしかして、いや、全然違うわ。こう、繋がってないと。違うところにも、これ、繋がってるんですよね。でも、行っちゃうと分からなくなっちゃうんで、私はこうやって戻るタイプで。ここ、一面なんで、めちゃめちゃ簡単なんです。で、これさっき下行ったんですけど、ここ、とりあえず行かないと。とりあえずは、危ない、ちょ、分かった。お、これガチでこれ向かってくんな、敵。これガチで向かってきますわ、敵。あいつ向かってこねえな。これ3ですよ。3は金取られちゃうの。これね、これろうそくっつって、あのね、階段がね、全部見えるようになります。一定時間。でも買わない。これ、自分で探すの、まあでも一面は、簡単なんで、とりあえず適当に。うわ、持ちいい。はい、これいろんな、いらっしゃい、何しましょうかと。これ左右に動いているのは謎の動きしてますけどね。こんな動いてたら絶対買わないですけど。はい、でこれいろいろね、まあ真ん中おにぎりですね。おにぎりはあの右上のライフ、今1ポイント減ってるんですけど、あれがゼロになった時に回復してくれる。多分そうです。はい、買いましょう。で、これ、ね、1個買ったら、まあ、高くなっていると。で、1個ずつしか買えないっていう。で、これ、この左のがね、これ、陰狼です。敵に当たってもダメージ受けないのかな？多分、何回かパスできるっていう。これも買っておきましょうと。で、これ1個買ったら、これ B 押してもいけないっていう。
そう、それを言いたかった。で、また高くなってると。で、このね、砂時計ですわ、これ。タイマーってのがあって、あの、1141上。これ買うとタイマーがちょっと伸びるっていう。これ買ってみましょうか。500増えると。素晴らしいですね。まあ、時間ちょっと切羽詰まった時にはお金で時間が買えるっていう、ね、素晴らしいモードですよ。やばくない？そんなのが現代に実際あったらやばいっすよ、あれは。はい、ありましたと。ただ、これは、いや、つなが違う。また、ほら、また違うとこでしょ、これ。こんな、わかんなくなるって。で、これ、つながってない通路もあると。地下もあると。わ、これ、左、別の通路あるんですけど、わかりましたでしょ、これ。この、これもう右行けないと。1通路に3つもあって、全然違う場所にそれぞれ連れて行かれるっていう。だからね、もう地下通路を見つけて違うところに出るのもいいんだけど、分かんなくなっちゃわないようにしないといけない。それが難しいので、私はとりあえず元に戻ると。で、下行くと。でもう分かんないですね、もう分かんないですね。でこれ小判、お金ですね。こういうなんかよく分かんないのを飛ぶとお金が手に入るっていう、すげえ仕組みです。うまいっすね。なんか、ああ、ここ商店街っぽい。このお店いっぱい並んでるわ。楽しいなーっていうところです。あと他にね、あ、奥には秘密の早いんだよ。お前読んでんだよ。実況してんだよ。こっち実況屋だぞ。なめんなと。通路があるが、ここを通るには50、秘密の通路ですね。はい。秘密の通路はあるが50両。ね、50両を使って通ると。ティラリーンと。ゴエモン、頑張るのだ、母よ、母が頑張るのだって言ってるよ。のだっていう母、やばいよね。で、いきなり、2D っていう、2D ダンジョン。女神転生かっていう、そういう感じになるんですよ。で、これ、わかんないじゃないですか。ただ、これ裏技で、印籠を買ってると、AB ボタンで地図が見れるっていうね。これ知ってるので、知ってる技は使っていく。そうじゃないときは、あ、地図ありましたね。こう、この、これ、地図。地図があると A ボタンで見れるっていう、そういう仕組みです。で、これが、小判。ですね。今、2個、左上にありまして、なんだこれ。あ、大入り。ですか？大入りっていいのこれ。いつも読み方わかんなくて、ずっと、ちっちゃいときから大入りって読んでる。これが手形ですね。手形も落ちてるんですよね。で、これダンジョン抜けると全部もらえるっていう、これまたやばいシステム。もう何でもありでしょ。外歩いてて、なんか石段みたいのがあってジャンプすると金もらえて、で、しかも大迷路みたいなとこ入るとお金もらえるっていう。入場料100円で1万円落ちてる大迷路。やばいでしょっていう、このね、カルクリ道中のゲームとなっております。多分ここら辺でもあった。そうですね。あったけど、これは、また違う。また違う。ああ、通行手形3つ目ですね。で、この通行手形3つ目で、3つあると、1つクリアできるっていうね、いう感じです。いや、クリアできてねえじゃねえか。いや、通るんですよ。この3つを使ってね。まあまあまあ、後で。ここなんぞやと。おお、いろんなの売ってると。で、これは鎧ですね。鎧だと。で、右側が、なんかなぜか K って書いてあるけど、これお守りですね。多分お金とかがすられなくなるのかなってちょっと思ってる。あのね、よく分かってない。で、手形売ってる場合もあるっていうね。まあ、どうしても手形ね、通路とか、この、階段？地下通路や迷路で見つからない場合には買うのも一つの手ですよっていう。はい、いろんなお店あります。はい。何にしましょうかね。1個じゃん。お前この1本でやってんだから自信持てよっていう。これ、そばですかね、うどんですかね。食うとライフが回復するっていうね。素晴らしい。まあ、どんな怪我してても、松屋行けば怪我治るっていう。やばくねっていう。これも地下通路ありますと。はい、出ました。で、ここはもうこれ取った
ないっていうのは、これはもうこっちにつながってるっていう、ね、まあ一回出ましょうか。一面なんでね、このあれここ辺あれあれあれ、えちょ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 嘘、ああありました、ここ入ったねところとつながってましたよって、これ最初通ったここね、はい、そういう感じでございます。今回のね実況、これねやっぱアクション久々っていうこともあって、1面ずつねやっていこうかなと。今は1面なのでめっちゃ丁寧にやってます、はい、2面からはバリバリやっていきますんで、はい、行きましょうか。このはねやっぱりこれもねいとこたちとね結構やってたんで結構慣れてますせどと言いつつめっちゃ注意してるっていう、まあこれ一緒ですね。そっか、ここで一回右、ここでだるまいっぱい取ったんですよね。いったい、あほら金多分すられてないんですよ今、あんまり根拠なしに言ってますけど、多分あの K のお守りで、おお稲荷さん、こういうの隠しもあって点数になるっていうね、多分お金減ってないと思うんですよね。あの皆さん、あのスクロールバーで確認してもらえると、動画のね前に戻るやつで確認してもらえるとまあわかるかと思います。まあ結局あとはねこれ金が物を言う部分もあるのでね、博打やるかねと、はいこれやりましょうと、お客さん超過ハッカーセレクトしてくださいと、これセレクトボタンじゃないで B ボタンなんですよ、セレクトハンでいきましょうか、奇数ですよと、うい持ってけ泥棒つっと、あの小判が2倍になるっていうね、これまた素晴らしいと、負けると小判が半分、これコナミがよくやるパターンですね、はい行きましょう。おお、ここにもあると、ただこれもあこれ違いますね、でこれなんでこれちくわですよ、ちくわって呼んでたんですけど今見るとこれ巻物ですかね、ライフが増えますと、ではい餅団子のやつですよ、だいたいなんかあのスーパーで110円ぐらいで売ってるやつですよ、3本のね、はい、これ買うと回復するというね。これちなみにこれどこに繋がってたんですかね、あこんなところにも階段あるんですね、あこれ多分上の階層なんで、まあまあ気にせず元のとこ戻りましょうと、でこれどんどん右行っちゃいますよと、あお泊まりですかと、これね宿屋ですと、うん、ドラクエで言うと宿屋、まあ泊まってみますか、はい、こんな感じで面白いでしょって、かわいいっていうね、ここにあった影は何なんだっていう、怖いっすよね、この先は危険でいっぱいです、特にカゴ屋とスリには気をつけてと、これ次の面のこと教えてくれるんだ、そうカゴ屋っていうのが出てくるんですよ、なんかね別のとこ連れて行かれるとんでもねえ輩ですわ、まあでもねそれにも当たらずね次の面も本気で、まあ、今も本気ですけど本気で行きたいと思います。おえ階段カルクリ道中あるある、ジャンプした先に階段あってそのままルルルルルル、はい、お金持っときましょう。でも確かね今ここジャンプしたじゃない、なんかねここら辺に無敵のアイテムがあったと思うんですよね、ここら辺違うかな、ここかな、あれ、あったあった、これ無敵のアイテムです、打ち出の小槌かな、もしかして今の打ち出の小槌っぽかった気がするけど、これ当たっても大丈夫って、ちなみに小判猫とかだるまもお金あるんで、もう全然敵のキャラいじってなかったですけど、これスリーは最初言ったか、まあまあ2面からはいじっていきましょうかと、でここが通行手形ゴールなんですけど、通行手形3つないと開かないっていう、そういうパターンで時間内に3つ集めてここを通って1面クリアっていうゲームになってます。うわいいね、
いい。あまりポイントは気にせず、はい、クリアするとこんな感じで、五右衛門がお金をばらまいていくと。はい。で、全体マップが出て、肥後の国ですか？地名はよくわからないですけれども。で、2面がいきなりスタートになると何も押してないです、私。はい。ということで、2面ですね。この林の中からスタートと面白いじゃないかとなっておりますので、次の動画に移動お願いします。